藤原冬次は、平安時代初期の苦行、歌人。藤原北家、右大臣、藤原内麻郎の次男。官位は、正二位、左大臣、増将一位、大城大臣。官員大臣とゴース。官務朝では大判事、左園子大位を歴任する。平城天皇が即位した、大道元年十五位した、東宮大臣に助任されると、大道二年には、 東宮助に昇進する、東、平城朝では、皇太子、神の神皇に仕える一方を、自重、右昇便も務めた。大道四年、神の神皇の即位に伴って一挙に四回、昇進して、十四にした、左英士ただしに除任されると、東宮時代から仕えた側近として、佐賀天皇からの信頼が厚く、大道五年平城宮に移った平城上皇と、昇示、 藤原クスコに対抗して、佐賀天皇が、秘書機関として、蔵人書を設置すると、個性や足と共に、初代の蔵人頭に任せられる。同年9月に発生したクスコの変に伴い、長兄の三義、藤原真夏が失脚する。一方で、冬次は11月に14以上に除せられると、翌公認2年に三義に任せられ、苦行に列す。 公認3年10月に、父の右大臣、藤原内麻呂が没すると、同年11月に正四にした。公認5年には、年齢は一切上ながら、菅武友において、異例の昇進を遂げ、冬継ぎより10年近く早く賛美となっていた。藤原指揮家のお継ぐをも追い越し13位に助せられるなど、佐賀天皇の下で急速に昇進する。しかし内麻呂の没後は、右大臣。 藤原縁人が藤原氏の氏の神として一族及び政権を統括しており、一回の参議であった冬次は対抗できる立場になかった。当時、佐賀天皇の皇宮には、非、高津内親王と夫人、立花の勝子がおり、それぞれ行良親王と正義親王を設けていた。血筋の面からは、高津内新が、記載として第一の存在であったが、 カチコは、類いまれなる美貌の持ち主で、佐賀天皇から熱い寵愛を受けていた。ここで、高津内親王の廃棄が行われ、公認6年に、立花のカチコが立候するが、これについて、怒りゆで冬継ぎの作謀であったとする見方がある。カチコの立候後、冬継ぎとカチコの連携を見て、自身の出所身体を悟ったためか、藤原縁人は、平常はから、 佐賀朝にかけて積極的に行ってきた政策提言をほとんどやめてしまう。一方で、冬次は、その後、公認7年10月に、紛野の渡丸を超えて、県中名言に任せられると、わずか4ヶ月後の公認8年2月に中名言に抜擢される。冬次は中名言就任を機に、同年9月に、父の内まろが深く消えした、ホッケ行にちなんで、 幸福寺南遠藤の前で初めてホッケ会を開催する。この放映は毎年9月30日から内丸の期日である10月6日までの開催であったが、すでに九中3大会として朝廷の行事となっていた幸福寺行動で行われる結馬会が10月10日から藤原鎌足の期日である10月16日まで行われていることから結馬会を意識して、 ホッケ会を創始したことは明らかである。この時点では、20歳年長で1 0人の中ゴ言である、藤原クズのマロが健在であり、エンジンの後を受けて、視聴者となる可能性もあった。そのため、冬継ぎは、ホッケ会の開催によりないマロの後継者であることを、強調することで、視聴者となるために、クズのマロに対して優位に立とうとしたものと考えられる。 公認9年6月に冬次は、藤原くずのマロを超えて、大納言に任せられると、同年12月の右大臣、藤原エンジンの皇居により、体格の主犯に立ち、公認12年には、右大臣に上った。佐賀朝後半には、公認格式や、大理式の編纂を主導し、佐賀新生体制の構築に尽力した。また、公認三年に、父、 内ちまが没した後、冬継は、左近江大将の感触を引き継いで織り地面でも、中心的な立場にあった。公認14年、佐賀天皇が、純な天皇に上位するが、これに前後して、冬継の長男、藤原義房と佐賀天皇の娘、源清姫の結婚と、冬継の娘、藤原淳子の佐賀天皇の御子で新東宮の正義。 親皇への受代が行われる。この佐賀天皇家と冬継家の二重の婚姻、特に純子の受代は、天皇家の外籍としての冬継の立場を確立すると、ともに、純な天皇の言動に成長を加え、その外王子である、大納言、藤原おつぐを抑えるものであったと考えられる。天朝二年に、純な天皇の外王子として、藤原おつぐが大納言から、 右大臣に昇進すると、冬次は、左大臣に就任する。これは、延暦2年に、四季家の藤原伝馬呂が没して、以来、42年ぶりの任官であった。が、翌天朝3年7月24日公居去年52。最終官位は、左大臣生2位健康左近江大将。没後間もなく、小1位を贈られる。さらに、 娘で、人形天皇の女吾であった、純子諸生の道安親王が、歌唱三年に即位した際に、大乗大臣を追蔵された。平安左京三条に某にあった指定が、官員邸と称されたことから、官員大臣と言われる。才能と度量があり、恩和でゆったりとした性格であった。文武の才を兼ね備える。一方、柔軟な考え方を持ち、 寛容な態度で他人接したことから、人々の関心を得ることができた。また、与えられた福を分けて、貧しい人への施しを行ったという。佐賀天皇の命令を受けて、公認格式、日本語記、大理式等の編纂に従事した。また、文化修練集を先進し、その文化修練集のほか、両運集、警告集に監視作品が再録されるなど、 冬次は中国古典にも精通していたらしく、その面でも中国文化に傾倒した佐賀天皇の期待に十分応えたものと考えられる。なお、直線歌人として五千和歌集に四種の和歌作品が再録されている。政界での活躍のほか、藤原氏の長として一族をまとめることに心を砕き、公認12年に藤原氏指定の教育機関として、 大学別荘の管学院を建立したほか、かつて孔明皇后の発願により設けられた、施役院の復興、経営も行い、両者を合わせて、運営費用として、大臣の職風2000地半分の先行を当てた。また、公認4年に、宇治寺の幸福寺への南遠藤の建立を行い、南遠藤の建立時に、内マが増立した、福建作観音を安置したとされる。 客中のないものは、六国史による、尊悲文脈による。栗原博氏は、藤原光子が、最初の子であるながらを生んだ際に、冬継ぎがすでに二十八歳であること。冬継ぎより、光子が六歳年下であることから、二十歳前には、すでに妻を迎えている。当時の貴族の男子の慣例と比較した場合の、異質性を指摘し、光子の前に、 一つ名の妻が存在したとする説を唱えている。また、受けた正幸は、藤原義房を生んだのは、藤原光子ではなく八尾義王を生んだ、大馬王の娘であったとする説を唱えており、冬継ぎと大馬王の娘の婚姻は冬継ぎが中納言となった、延略17年以降に成立したとする説を唱えている。冬継ぎの子息の名前には、両が、 通字として使用されている。一方で、佐賀天皇の正寺の名前にも、同じく、領が使われており、巫女の青年時期から冬継ぎの子息の名前を承知した、上で命名されたものとみられる。さらに、人形天皇の即位後も、領を使った、冬継ぎの子息が解明するような動きも全くなかった。これについて、滝並貞子は、冬継ぎと佐賀天皇、 立花の価値子の間で、それぞれの子息に、両の字を共通させることで、冬継一家を天皇家の縁石とみなす表明であったとする見解を唱えている。ありがとうございます。